イエス・キリストは、ギリシア語で、キリストであるイエス、または、イエスは、キリストであるという意味。本校では、ナザレのイエスについてのキリスト教における観点と、その他について述べる。キリスト教の多くの教派において、イエス・キリストは、神の子であり、それが受肉して、人となった、真の神であり、真の人である救い主として、信仰の対象としている。 しかし、ごく一部の人々からは三位一体の教義を確立するために、聖書の本文を変更している、という批判もある。旧約聖書中の預言者に続き、新約聖書中でイエスは、は、唯一の神であると、ことさらに強調し、以下の記述により、イエスが父なる神の子、三位一体の威嚇の一つ、こなる神であると解釈する。 見つかりたちを使わす特権と天国を父のものであると言明すること罪を許す権威の宣言と反対者への説得父なる神の子であることを強調誕生前から予言者と立法によって明かされていた神の子羊であると主張裁判に訴えられた際に神のメシアであり予言と立法通りに死を見た後蘇ることを認めた。使徒トマスは ダビレの予言がイエスにおいて成就したのを見て、私の主、私の神との言明を否定しなかったこと自身を、神のこと言い、自分を神と同列に語った、イエスの原稿を記した、福音書を含む、聖書は、世界で、最も翻訳言語数が多い、歴史的ベストセラーであり、音楽、絵画、思想、哲学、世界史などに計り知れない影響を与えた。ヘブライ語では、 油を注がれたものであるイエスという意味。イエスの語源は、ヘブライ語で、ヤハウェは救いを意味する、ユダヤ人の男性名。言語である、ヘブライ語では、イエスは、または、イエホジは、旧約聖書のミニスウキやヨシュワキに登場する、イスラエル人の指導者ヨシュワなどと同名である。他の預言者や王などと同様に、の短縮形である、を含む。ただ、 当時のユダヤ人としては、ありふれた一般的な男性名であった。日本語のイエスは、ヘブライ語のイエーシュア、またはアラム語、イエス、ジュを元にしたと思われる古代ギリシア語あるいは古典ラテン語、イエースースの慣用的表記である。これらの表記の語尾は、主角形であり、各変化すると異なる語尾に変化する。日本語の慣用表記、イエスは、 古典ギリシア語再建音から、日本語にない固有名詞の核変化語尾を省き、名詞見きのみとしたものである。中世から現代ギリシア語からは、イースースと転写しうる。日本ハリストス聖教会が用いる、イースースは、イータシグマの中世ギリシア語、現代ギリシア語、あるいは教会スラブ語に由来する転写である。聖教古儀式派では、イススという、東スラブ地域で、 かつて伝統的だった呼称を現在も用いている。かつての日本のカトリック教会では、教会ラテン語の発音からイエズスという語を用いていたが、現在ではエキュメニズムの流れに沿ってイエスに統一されている。戦国時代から江戸時代初期にかけてのキリシタンは、ポルトガル語の発音からゼズ、またはゼズスと呼んでいた。その他の読みとしては、エストも、 アラビア語からは、イーサーと転写しうる。命名の告げ知らせこの名は、福音書によると、イエスが体内にいる時に、ナザレのヨッセフ、または聖母マリアに、天使ガブリエルが現れて告げた名であると記されている。主の使いが夢に現れていった、ダビデの子ヨッセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは精霊によるのである。 彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は、己の民をそのもろもろの罪から救う者となるからで、ある。マタイによる、福音書、第一章、第二十から二十一節六ヶ月目に、ゴシガブリエルが、神から使わされて、ナザレというガリラ屋の町の一少女の元に来た。ミオ、あなたは身ごもって、男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。 ルカによる、福音書、第一章、第二十六節、三十一節、インマヌエル予言起源全八世紀頃に記されたと、される、旧約聖書、イザヤ書には、マリアの諸女解体を想起させる記述がある。それゆえ、主は、自ら一つの印をあなた方に与えられる。身を、乙女が身ごもって、男の子を産む。その名は、インマヌエルと唱えられる。イザヤ書、 第7章第14節、マタイによる、福音書では、これを引用して、予言の成就であると解釈している。すべてこれらのことが起こったのは、主が、予言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、身を、乙女が身ごもって、男の子を産むであろう。その名は、インマヌエルと呼ばれるであろう。これは、神我らと共にいますという意味である。マタイによる、 福音書、第一章、第22二二から23節このため、インマヌエルという名が、イエス・キリストの別名のような扱いをされることがある。キリストは、メシアのギリシア語訳である、ロイオタシグマタウ・クリストス、および、ラテン語、クリストスの日本語関与表記。救世主というニュアンスで理解されることが多いが、原義は、油を注がれたものという意味である。また、元来、 固有名詞ではなく称号である。イエス・キリストはギリシア語で主角を並べた同格表現で、キリストであるイエス、イエスは、キリストであるの意味である。マタイデン、マルコデンは、それぞれの冒頭で、ダビデの子、イエス・キリスト、神の子、イエス・キリストと呼び表しており、この結合表現は、新約の他の文書でも用いられている。パウロ書簡には、 イエス・キリストと並んで、キリスト・イエスの表現も見られるが、期限1から2世紀の間に、イエス・キリストの方が定着していった。キリストは救い主への称号であったため、キリスト教の最初期においては、イエスを、イエス・キリストと呼ぶことは、イエスがキリストであることを信じるという信仰告白、そのものであったと考えられる。 しかし、キリスト教の歴史の早い段階において、キリストが、称号としてではなくイエスを指す固有名詞であるかのように扱われ始めたことも確かであり、パウロ書簡においてすでに、キリストが固有名詞として扱われているという説もある。以下、イエスキリストとは、何者かについて、正教会、カトリック教会、正教会、 プロテスタントに共通する見解を、主に教派ごとの出典に基づいてまとめる。3世紀に、ギリシアで、パピルスに書かれたルカによる、福音書。アイルランドダブリンのチェスター・ビーティ図書館所蔵書、エピソードの詳細は、それぞれの項目を参照。イエスの神殿への封建ヨセフの婚約者であったマリアは、結婚前に精霊により見ごもった。 紀元前3年9月、佐読歴で第7デシュの15日からのカリアンの祭りの頃、天使のお告げによりヨセフはマリアを妻に迎え男の子が生まれ、その子をイエスと名付けた。大多数の教会では12月25日を誕生日と記念し、クリスマスとして祝う。しかし、聖書の記述には、 イエスの誕生日を明確に明言している箇所は一つもなく、イエスの誕生日が12月25日であるという確証はない。かなり広く受け入れられていた説明によると、カトリックが274年以来12月25日をイエスの誕生と定めたのは、ローマで太陽が1年のうちで最も長い夜に打ち勝つ日を祝っていたからであるという意見である。 この説明の根拠は、高単祭の天霊と当時の恐怖たちが、イエス・キリストの誕生と聖書の正義の光や世の光双方の間に平行関係を確立させたことにある。しかし、これを証明するのは難しい上に、当時のキリスト社外法人の祝日をキリスト教天霊歴に採用したと考えることは、特に迫害が終わったばかりの頃だから、難しいと思われる。 もちろん、時が経つにつれて、キリスト教の祝日が、異教の祝いを吸収したと考えることはできるだろう。後世のカトリック教徒が定めたから、イエスの誕生日が12月25日となったとされる。むしろ、ルカに、八の文書ではイエスが誕生した時の様子として、羊飼いたちが夜に、野宿しながら、羊の群れの番をしていた、の記述があることから、 イエスが十二月に誕生したと考えるには、無理がある。イエスは、ガリラヤ地方のナザレで育つ。ルカの福音書によれば、大変聡明な子であったという。今夜のイースス・ハリストスその頃、先霊者ヨハネが、ヨルダン川のほとりで、悔い改めを解き、先霊を施していた。イエスはそこに赴き、ヨハネから先霊を受ける。その後、五礼によって、 アレノに送り出され、そこで40日間断食し、悪魔の誘惑を受けた。山上の水君荒野での試練の後イエスは、ガリラ屋で戦況を開始する。また弟子になった者の,の中から12人の弟子を選び、彼らに特権を与えた。彼らは十二使徒と呼ばれる。その後、イエスと弟子たち、また彼らを支える女性たちの活動は2年数ヶ月に及ぶ。この人を見よ エルサレムの人々にイエスを示すピラト、ゴルゴファの夕べ、ハリストスの埋葬準備の光景。キリストがアダムとイブの手を取り、地獄から引き上げる情景。旧約の時代の人々にまで遡って、復活の生命が主であるハリストスによって人類に与えられたという、ハリストスの地獄ぶりと呼ばれる、正教会の伝承による。当時、 指導者的地位にあった、立法学者はイエスに対する妬みに駆られ、殺害計画を企てていた。そこで、自らを、ユダヤ人の王であると名乗り、また、神の子あるいはメシアであると自称した罪を彼に被せ、衆議会の裁判にかけられた後、ローマ総督府に引き渡され、ゴルゴタの丘で卓刑に処せられた。その後、十字架から降ろされ墓に埋葬されたが、 三日目に復活し、大勢の弟子たちの前に現れた。肉体を持った者として復活したと聖書の各書に記されている。聖教会、カトリック教会、プロテスタントなど多くの教派で、キリストの死者の中からの復活は、初期キリスト教時代からの教えの中心的な異様とされており、多くの教派で復活祭は高誕祭と同等か。 もしくは高単祭より大きな祭りとして祝われる。フレスコ外婚、種の復活。ありがとうございます。